レジスタ転送レベルは論理回路の動作記述などにおいてゲートレベルよりも一段抽象的な記述レベルである。ゲートレベルでは組み合わせ論理回路のゲートのネットリストを記述するがレジスタ転送レベルでは状態を持つラッチ回路など順序回路に相当する最小の部分をレジスタとして抽象化する。その上で論理回路の動作をレジスタからレジスタへの転送と 論理演算の組み合わせとして記述する。一般に論理回路は次のような二つの部分に分けるようなモデル化ができる。一つは状態を持つ順序回路によるレジスタの集まりであり、もう一つは状態を持たない組み合わせ論理回路の集まりである。レジスタは通常、クロック信号のエッジに同期して動作し、回路におけるメモリ的特性はすべてレジスタが担うものとする。 組み合わせ回路はあらゆる論理機能を担い、いわゆる論理ゲートで構成される。ハードウェア記述言語を使ってデジタル集積回路を設計するとき、設計はトランジスタや論理ゲートよりも高い抽象度で行われることが多い。なお、一部の HDL ではレジスタをあたかも通常のコンピュータプログラミング言語における変数であるかのように扱うと同時に、 状態を持たない組み合わせ論理回路中の単なる信号もプログラミング言語における変数と同様に扱う。そのため論理回路の動作を記述するにあたってプログラミング言語の各種制御構造や演算機能を大変不自然に駆使して記述しなければならない。フリップフロップの出力にインバータを接続してそれを同じフリップフロップの入力に接続した回路を VHDL で記述すると、次のようになる。プロセス、ビギン、i フラ f r i s i n g e t h e n q equal notq,end if,end プロセス。枝ツールは、レジスタ転送レベルの記述から、論理回路を合成する、論理合成及び最適化などを行い、さらに電子回路としての記述に変換し、ASIC や FPUGA のためのハードウェア実装ファイルを生成する。 ループを持つからといって必ずしも状態を持つとは限らないが、ループがあれば状態を持つ可能性がある。従って一般にループは排除する。ありがとうございます。